皆さんごきげんよう、スライムです。今回は私なんとついに スライム感になりました。いやスライムカーです。ぷいぷいスライムカーですよ。あのですね、この間ハンドクラップの動画をね出した時に、一番最後にですよ、モルカーの携帯模写をねやらせていただきましたよ。今めちゃくちゃ流行ってる、癒されますよねモルカーね。そのまま携帯模写やった時に、あれこれすごいしっくりくるぞと自分でやっぱ思ったわけなんですよね。ということでぷいぷいスライムカーがっつり今回やりましたよ。それをこれから見ていただくわけなんですけれども、その前にさ、でーん、今回はこの、なんだと思う、これフルーツなんですよ。あてもやっていうねフルーツらしいんですけども、まあとりあえず食べてみよう。え、硬っ、え、か、え、え、硬っ、え、え、硬っ、いただきます。これはまだ早かったかもしれない。うん、そうかもしれない。ちょっとまだ早い。熟そう。はい。とりあえず、モルカじゃない。スライムか。ご覧ください。スマホの方はこちらから、パソコンの方はこちらから、チャンネル登録をタップして登録してください。通知設定もね、お忘れなく、よろしくお願いします。やっちゃったわ、これ。あてもやーわー。冷やしちゃダメなんだって。まず、25度くらいの温室に置いて、追熟させて、少し柔らかくなってきたら、食べ頃なんだって。熟させてからまたトライしてみようと思います。はい、うん。あ、いかがだったでしょうか？ VTR なのか。うん。言いたいことはわかるよ。言いたいことはわかる。その、ごめん、いろいろ手抜きになってしまって、ほんとそれは申し訳ないけれども。俺一生懸命やったんだ、あれでも。すごく一生懸命やったんだ。やたらと、アップだなって思ったでしょ？それもね、そのはずなんですよね。写真ね、今、こう出るかな？ここかな？はい、こっちに。まあ、こんな感じ、撮影の引き。
弾くとこんな感じなんですよ。ブルーシートね、クロマキーのブルーバックのシートが僕の勘違いで、その撮影当日に撮影場所の近くのホームセンターで買えるものだと思い込んでて勘違いしてたんですよ。これ家にあるやつ持ってきたんだけど、家にあるやつも通販で買ったやつだったことを忘れていて、それを近くで買えるだろうと思って行ったら売ってなくて、その1個分のブルーシートでしかできないってなって、もうどうにかこれでやるしかないってなった結果、あの狭い範囲での撮影を試みたわけなんですが、その結果がまあああいうことなんですが、これね、ただ今俺が話してる段階ではまだ完成版ってまだ見れてないから、実際は分かんないよ。どうなってるか分かんないよ。めちゃくちゃいい感じになってるかもしれないよ。まあ、狂気に満ちてることは間違いないと思う。まあまあ、それはね、いろいろリスペクトさせていただきまして、オマージュという形で今回ね、やらせていただきましたけれども、これね、地味にずっとこの、こう、かがんだ状態で、こういう、こう状態で、こう、なんか、バタバタこう歩いたりとかするから、肘と、この、膝がもうすごいね、痛くて、下は普通に床だからさ、結構地味に痛いっす、ずっとやってると。皆さんもちょっとやってみたら分かると思うんだけど、いや、これ、モルカー大変だなと思って。あとね、猫の、ね、車内ってもうよく分かんないけど、シライムカーの車内の中の、猫ね、あれね、そうですよ。もう、シライムチャンネルの準レギュと言っても過言ではないかな。西山幸太郎くんがクリスマスのプレゼントに、僕に買ってくれたこちらですね。はい。この怖い猫のマトリョーシカですね。こちら使わせていただきましょう。今しかないと思って、ちょうどそのね、オマージュさせていただいた話が猫が出てくるところだった。ね。やらせていただきましたよ。いい感じに、まとよってもらいましたね。はい。という感じでございますけれども、何よりも撮影中一番恥ずかしかったのが、だらっぴろいダンススタジオみたいなところを借りて、一人ね、やってたわけなんですけれども、外の扉がね、ガラス窓で、外から中見えるんですよ。で、上の階かな?か、下の階にも、ダンススタジオがあって、そこを使ってる人たちが階段降りたらもうその俺が撮ってる部屋がもうその扉から見える状態で、その結構その移動してくる人たちがやっぱその見るわけですよ。まあ、ガラスなんでね。だからその視線の痛さと言ったらめちゃくちゃ恥ずかしかった。本当にそんな思いをして撮ったのがこの VV シラムカーでございます。はい。まあ、短い動画で、本編は短い動画ではありますけれどもね、細かいところもしかしたら何か新たな発見があるかもしれません。皆さん、何度もぜひ見ていただけたらと思います。お子さんいらっしゃる皆さんはね、ぜひね、モルカーにこうね、挟んでさ、ちょっとたまには VV シラムカー見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。続編があるかどうかはわかりません。はい。あなた次第です。はい。ありがとうございました。